ベイブレイ。どうもー、マスターブレイダー村木だ、ベイブレイ。さあ、今日紹介するのはこれだ。9月11日土曜日登場、ギルティロミヌス KRMDS2 BB 版ロンギヌスがついに登場でございます。早速中を見ていきましょう。はい、こちらがギルティロンギヌスでございます。さあ、パッケージに書いてありますけども、全パーツメタル搭載ということで、もうこのワードだけで全てが語られているような気がしますが、早速ね、一つ一つパーツ見ていきましょう。それではレイヤーディスクドライバーとありますが、一番気になってる、そう、ドライバーからいきましょう。さあ、ドライバー MDS ドライバーでございます。まあね、この形見てわかると思うんですけど、デストロイ、ロンギヌス歴代ね、ついてましたけど、デストロイの、なんと、メタルロックパーツ版でございます。しっかり、ロックパーツメタルになってるのと、この中のね、バネ見てください。金バネ、強化バネが中に入っておりますので、ロックがね、しっかり硬くなるという形になっております。重さも上がってますし、これでね、デストロイドライバーも、デストロイ、デストロイダッシュ、そしてメタルデストロイと、3種類揃いましたので、デッキの中にデストロイを3つね、それぞれ入れることも可能になってきたと、そんな時代になっております。どんどん皆さんね、アタックタイプで攻めのカスタマイズやってみてほしいなというふうに思っております。さあ、そしてディスクいきましょう。ディスクはこちら、 KR ディスク。 KR はカルマの略でございます。カルマもめちゃくちゃこう悪そうな名前してますけども、さあ、デザイン見ていきましょう。この初代のね、ロストロンギヌスのナインディスクのような、この渦状の形、そしてこのギザギザの歯、今回はね、10枚刃になっております。一つ歯が増えて、そしてね、一つ一つの歯がこのように互い違いにね、ちょっとアッパー気味と中ぐらいとっていうところが交互になってますんで、これで空気をね、しっかり切り裂いて、左回転の時にダウンフォースをね、生み出すような形になってます。これによってスタジアムに、ベイがこうギュッと押さえつけられるような空力が発生して、グッとこうスタジアムにグリップしてこう走り回るみたいなようなディスクになっております。そしてね、もちろんこう横から見て、上半分がこうすぼまってる DB ディスクになってますので、ダイナマイトバトルシリーズの他のレイヤーのローモードにもしっかり対応できるようなディスクになっております。これ新しいカルマディスクでございます。さあ、そしてお待たせしました、レイヤー見ていきましょう。ギルティロンギヌス2。ギルティですよ、罪ですよ、これもう本当に見てください。まずもう見た目いきますよ。これこんな感じの見た目になってまして、もうね、お分かりの通りメタルの竜がふんだんに乗っているというのがね、まあ、歴代ロンギヌスのコンセプトずっと踏襲してますけども、まあ、それをしっかりと今回のギルティロンギヌスでも表現しております。そしてね、ロンギヌス歴代今まで5機種ありましたね。ちょっと振り返ってみようかなと思うんですけど、初代ロンギヌス、ロストロンギヌス、これね、一世を風靡しました。初の左回転ベイとしてね、出ましたけども、こちらが、メタルドラゴンが、ドラゴン2匹乗っているというデザインでした。そしてね、そこからね、ゴッドレイヤーシリーズで、こちら、ナイトメアロンギヌス。ここで、なんと、レイヤーディスク一体型というね、デザインやってました。で、この時は、ドラゴンが4匹いるようなデザインになっております。そして、3代目が、こちら、ブラッディロンギヌス。さあ、超絶シリーズでね、他のレイヤーにもメタルが乗ってきたというところで、その中でもやっぱメタルドラゴンっていうところをね、しっかりと抑えた。で、ドラゴンが5匹今度はいるような形になってます。そして4代目がツバイロンギヌス GT シリーズですね。これはね、レイヤーにドラゴンが4匹、そしてね、ディスクね、ドレイクディスクにドラゴン2匹ということで、合計6匹のドラゴンが乗っていたというデザインです。そして5代目がスパーキングシリーズのレイジロンギヌス。レイジ、怒りのロンギヌスですね。もうめちゃくちゃパワフルなデザインとダブルシャーシのパワーで圧倒的な力を見せつけた印象強いロンギヌスですけども、これまでドラゴンがね、歯のところに2匹と真ん中に1匹なんですけど、その1匹の中にちっちゃいドラゴンがこう融合したような形になってて、全部で7匹ドラゴンがいたというデザインになってます。そしてそんな中で今回のギルティロンギヌスですよ、こちらなんとドラゴンが見えますかね、1、2、3、4、5、6、あれ減ってる ?6 匹ではないんです。今回なんと、この6匹と、さらに、じゃん、裏側に2匹いるんですね。これによって全部で8匹。もうね、歴代ロンギヌス、ちょっとずつドラゴンのね、数が増えてきてますけども、しっかり今回も8匹ドラゴンをレイヤーに、しかもレイヤーに乗せましたから。これはすごいことですよ。さあ、それでね、一個一個見ていきましょう。じゃあね、パーツ分けて見ていきます。
まあ、アーマーはね、あの2アーマー、ベリアリングもついてる2アーマーになります。まあ、ロンギヌスがね、あのグースマイバーのデザインなんで、まあ、この2アーマーがすごい相性いいということで、今回2アーマーをチョイスしております。さあ、そしてコアいきましょうか。ダイナマイトバトルコア、これがロンギヌスコアだ。さあ、こちら見てください。かっこいいね、このなんていうの、透明シルバー、そしてメタルと、このね、差し色にブルーでね、ドラゴンの顔がついてると。コアだけで、あの初代ロストロンギヌスをこう彷彿とさせるような感じのデザインもちょっとね感じるんですけど、個人的には、まあ、そういう風にしてるんですけど、これね、しっかりコアにメタル乗ってます。見えますかね、ここのちょっとね、あの質感が光でこう分かると思いますけども、ここの真ん中の重たそうな部分がこれメタルになってます。で、ここ2匹のねドラゴン分がちゃんと1匹ずつメタルが乗っていて、こうね、コアとしてもねかなり重い設計になっておりますので、これはねしっかりあの左回転の改造としてもめちゃくちゃ役立つコアにもなりますし、まあ、しっかりメタルドラゴンがね今回乗ってますよっていうのがすごいポイントになります。さあ、そしていきましょう、最後ブレードです。ブレードのギルティ、これも本当もう罪ですね、罪なブレードなんですよ。もう重いですね、やっぱこれメタルがしっかり乗ってますから。ドラゴンが片側に2匹ずつね、表側にいて、で裏にも1匹ずついるので、ちょうどこの 1個のね歯の中に3匹のドラゴンがこう融合してるようなでっかいアッパー歯になってるんですけども、しっかりここがねメタルになっております。まあ、この歯先の顔の部分はメタルではないんですけど、このねおでこのところからしっかり後ろの縦髪までメタルになってますし、この2匹目のドラゴンはもう口先までメタルになってます。そしてね、このね裏のドラゴンはこの口先をねメタルにしてることによって、あえてこの鋭い一番当たるところにメタルを配置してるっていう形になるので、これはね非常に攻撃のことを考えたメタルの配置になってます。そしてデザインもしっかり成り立ってるといういい仕事をしてますね、本当に。ということで、このブレードだけで6匹もドラゴンが乗ってるという、このねしっかり重さのあるメタルドラゴン馬のギルティブレードですが、まあ、これはね組み立てることによってギルティロンギヌス2レイヤーが完成するということなんですね。これもうやっぱ一番低いとこ結構ね薄くなってるんで、しっかり相手を下からすくい上げてこうアッパーに乗せて、最後もメタルのドラゴンでジャキ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 ポーンと跳ね上げるようなイメージで戦ってもらえればなと。やっぱねローモードにすることによってすごい低いところからね相手をこうすくい上げてアッパー攻撃することができるっていうような形になってますし、でもちろんね DB シリーズなんで今回ハイモードもしっかりあります。ハイモードにするとこのような形なんですけども、わかります、このハイモードにしたことによってあえてここのね隙間にドラゴンが来ますんで、ここで高い位置から相手にこう裏側のドラゴンでしっかりとスマッシュ攻撃当てるっていう戦略もできるようになってます。なので、まあ、通常通りね横同士のぶつかりだけじゃなくて、こうローモードでのアッパー、そしてハイモードでのスマッシュ攻撃、全てにメタルドラゴンを使って攻撃できますよという形に今回仕上がっております。もうねどんなモードにしてもメタルドラゴンで相手絶対倒してやるっていうね気持ちがめちゃくちゃ感じられる、この罪というかもう罪を超えたドラゴンになっております。はい、ということでね、ギルティロンギヌス、もうとにかくメタル推し、全パーツにメタル入ってるし、レイヤーはドラゴンめっちゃ乗ってるし、裏も表もメタルドラゴンで、ローモードハイモードでも攻撃できるし、もう本当にもうメタルってめっちゃ攻撃しますっていうテーマにね、もう忠実に乗っ取った形の仕上がりになっておりますが、さあパッケージに戻っていただくと、こちら、そうロンギヌスにも進化ギアが付属しております。それがこれ、エルギア。さあロンギヌスだからね、 L、 ロンギヌスの L でエルギアでございます。これもねあのベリアル用の進化ギアパーツになってますんで、今回のこのねロンギヌスに装着することはもちろんできません。今までの進化ギアとそこはルールは同じです。なのでお持ちのねダイナマイトベリアル、もしくはデビルベリアルなんかとね組み合わせてもらって、この進化ギアエルギアをねつけてもらえればと思います。実際にちょっとつけてみましょう。はい、ダイナマイトベリアル、このサードギアの状態を持ってきましたが、今まで出ましたね F ギア、V ギア、S ギア、この全てね3つともつけた状態で今サードギアのベリアルになりますが、さあ今回のね L ギアどういう風に装着するかお見せしていきたいと思います。今回の L ギアは今までの進化ギアと少し毛色が違って、
こう追加でつけるのではなく、アーマーの代わりに、これ2アーマーとかね、好きなアーマーつけて改造してると思うんですけど、2アーマーの代わりにエルギアをねつけると、まあ要はね、エルギアがベリアル用のアーマーになってます、専用ので。エルギアね、ここ注意してほしいんですけども、エルギアはハイモード専用となっております。まあロンギネスのね、あのドラゴン乗ってるっていうところをね、しかし能力をもらってますので、上にメタルドラゴンが来るというところでハイモード専用になってますので、そこご注意ください。じゃあ早速組んでいきましょう。あのブレードには、あの F ギアついてても大丈夫なので、あのこのままでも全然組むことができます。さあじゃあハイモードにしていきましょうね。コアの上にさあブレードを乗せまして、そしてエルギアですね。これあの向きがあるんで注意してくださいね。まあ、あのつかないなと思って180と逆につけてみてください。あの向きがありますので、でエルギアを上からバチッとはめることによって、わかりますか、これでねダイナマイトペリアルが F ギアと L ギアをつけた状態になります。であとはいつも通り S ギアをつけたネクサスディスクと V ギアをつけたベンチャードライバー、これを組むと、これによってできました、ダイナマイトペリアルパーフェクトギアだ。レジェンドたち4人の力をね、一つずつもらってパーツをつけてきたこのベリアルの完成形。さあ皆さんもぜひね、これ作ってみてほしいなと思います。わかります？このね、V ギアでドライバーの周りにね、重さと加速追加してるし、で、ディスクには S ギアでね、まあ、フリー回転もできるし、あのひっくり返せば固定もできるんで、この能力切り替えのね、攻撃パーツも手に入れてますし、F ギアのラバーですよ。ファブギルのね、ラバー吸収、もしくはラバー反発攻撃。ついてます。そしてエルギア、このねレイヤーにメタルドラゴンが乗るという能力をしっかり受け継ぐことによって、やっぱり通常のあのアーマーよりも1段階重さも増してますので、しっかり重さとね、この攻撃場のこのね、ぶつかる攻撃場の後ろ側にちょうどメタルドラゴンが来るようになってるんで、こう勢いをしっかり伝えて相手にメタルドラゴンの重みを伝えることができる、この攻撃力、これがアップしてます。これがね、最終形態のダイナマイトベリアルパーフェクトギアでございます。いやかっこいいなぁ。もうこれね、あのベリアル持ってればね、進化パーツ集めてもらえれば、ロンギヌス買えばこの状態作れますので、皆さんこの2つをねしっかりゲットしてみてください。さあここまで紹介しましたんで、バトルいきましょうか。バトルスタート。それじゃあ全身メタルロンギヌスの重さをバトルで見せつけてやりましょう。3、2、1、ゴーシュ。さあ全身メタルのロンギヌス、ガツガツ当たっていく。相手の行き先を阻む。そして外から様子見てアタック、相手を外に追いやり、真ん中戻ってきたらアタック、めっちゃ重い攻撃。さあそして軽々とオーバーフィニッシュ、触っただけで場外だ。それじゃあパーフェクトギアのベリアルでバトル行きたいと思います。3、2、1、ゴーシュ。さあラグナルクはお外に逃げ、おっと、いきなり加速して壁に叩きつけてぐしゃっとバースト。すごい、これは魔王のようないでたち。いやー、やっぱねメタルの重みの攻撃ってこんな感じですよ。やっぱね気持ちいいね、相手をぶっ飛ばすっていうのは。しっかり攻撃して勝つっていうのをね、このロンギヌスは体現してくれますので、皆さんぜひね手に入れてください。さあこのねブースターギルティロンギヌス KRMDS2 は9月の11日土曜日に発売になります。皆さんゲットしてみてください。ロンギヌスのねメタルドラゴンの裏も表もある強さと、そしてねベリアルお持ちの方はこのねエルギア付属しますんで、しっかりこうベリアル進化させてあげてもらいたいなと思います。ということで今日はギルティロンギヌスの紹介でした。バイバイ。魔王ベルとベリアルの魔界劇場開幕なのだ。アニメベイブレードバーストダイナマイトバトル、タカラトミーチャンネルにて毎週土曜午前5時から最新話配信中。3、2、1